ラウエンフェルでは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク選手南部のホルツミンデン郡に位置するフレッケンでザムトゲマインデボフ戦を構成する自治体の一つである。1932年まではウスラー郡に属し、その後1972年12月31日までノルトハイム郡に属した。ラウエンフェルでは、ニーダーザク選手、ノルトベストファーレン州。 ヘッセン州の三州教会に近いベザー、川上流沿いに位置している。最寄りの集落は、ベザー側の対岸に位置するベーベルンゲン、ビュルガッセン、ヘルシュテレ、バート・カールスハーフェン、マインブレクセンである。ラウエンフェルではこの地域の他の集落に比べて、新しい集落である。この集落がいつ新しく作られたかは明らかではない。エルニスト・フォン・ブラウィンシュバイク・ゲッティンゲンが、 相続可能な城塞霊園としてウッペデメハス2、ルーボードをハーゲン三兄弟に与えたという記録が1348年にあるが、この城が築かれたのが起源である可能性が高い。これがラウエンフェルデに関する最初の記録である。この現存しない城はベーザー川を挟んで隣接するパーダーボルーン市境のベーベルン現状に対抗するものとして、 ベルフ家の領主が使用した。二つの城が集落よりも先に建てられていたのかどうかは確かではない。ラウエンフェルデの存落は1447年のゾーストのフェーデに関連してルインフワードとして初めて文献に記録されている。ラウエンフェルデはおそらく城下の市場長として開発されたと考えられる。ここには非常に小さな管区の裁判所があった。 19世紀にこの管区からアムトニーのオファーが創設された。ベーザー側の都市地に面した交通の便の良い位置にあることから、中世後期以降、手工業者や水運業者が定住し、1534年以降、税関も設けられ、1569年には現存する協会が建造された。1878年に、 鉄道網で結ばれ、新たな経済的発展を経験した。しかしラウエンフェルデは、大きさでも、重要さでも隣接するベーベルン源をしのいだことは一度も、なかった。ラウエンフェルデの町議会は、13議席からなる。2007年2月22日に、ラウエンフェルデ集落の家の前提部から110グラムの、濃縮ウランが発見された。庭の所有者は、 前年から担当の役所に放射性物質について通報したのだが、真剣には受け取られなかった。この密封されていないペレットは、おそらく、ハーナウのかつてのシーメンスの工場から出たものである。弁護士の申し立てによれば、精神科の治療を受けていた男性が何度も通報したのだが、まともに取り合ってもらえなかったという。それは、 燃料棒の製造に使われるのと同じ3.7%の濃縮ウラン7.8%のペレット14個であった。男性の供述によれば、このペレットは1995年に閉鎖されたハーナウにあったシーメンス社のモックス燃料工場から1991年に知人から手に入れたものである。彼は盗み出してそれを暴露することによって 工場のセキュリティの脆弱さについて注意喚起しようと思ったのだという。発見場所がビュルガス線原子力発電所から近く一時期男性がそこで清掃業務についていたことからこの物質はこの原子力発電所から持ち出されたものではないかとの推測がなされた。しかし監督官庁は原子力発電所の供述に基づいて 発見されたペレットのいずれもがビュルガス線のものではないことを証明した。一方、発見された物質は詳細な型までハーナウで製造されていたものと一致しており、男性の供述を裏付けたが、このペレットがどのような方法で工場から持ち出されたのかは依然明らかでない。カティレバーチェア博物館、テクタ資料館ラウエンフェルで内容豊かな収蔵品は 近代家具デザインの発展を示している。木材加工業、ガラス製造、農業機械販売、及びその他の中規模企業、農業、思工業、商業がある。木材加工産業は、ハーログの工場閉鎖によりその重要性を失った。この会社は1980年代半ばには、隣接するベーベルンゲンにも、三家の工場を持ち、 従業員数800人を超えるヨーロッパで最も有名な馬車やレジャー用家具メーカーの一つであった。ビラ・レーベンヘルツ・ドロ西ニのホーエンベーペルから東のフィーネンブルクまでを結ぶ連邦道 B241 号線がこの町を通っている。この道路を経由して東の連邦アウトバーン A7 号、ハノーファー・カッセル・セや南ハルツ・アウトバーン A38 号ゲッティンゲン。 ライプツィヒ,ヒ線、南西の A44 号、ドルトムーンとカッセル線にも素早く快適に接続することができる。連邦道 B3、27、64、80、83号線も同様である。オートバイのライダーには森に覆われ、カーブの多い B241 号線のゾリング、山中コースが特に人気であるが、長い直線コースも数多くある。さらに、 オートバイ客専用のホテル、ビラ・レーベンヘルツがあり、有名でよく利用される、集合地点となっている。鉄道鉄道の駅は、1878年に、開通したディーゼル車両が運行している、ゾリング鉄道に面しており、近くの集落名と共にラウエンフェルデバーベルンゲン、駅と称している。ラウエンフェルデの駅には、単線の行き違いのための対比線がある。その切り替えは、 ゲッティンゲンの電気式信号所によって制御されている。この路線を2時間ごとに、オットベルゲンから、バート・カールスハーフェン、ボーデンフェルで、アーデレプゼンを経由して、アイスが発着するゲッティンゲン駅へ行く、近郊列車が走っている。オットベルゲンでは、アルテンベイ県、パーダーボルン、ホルツミンデン方面への接続がある。船舶、ベーベルンゲンを経由して、 ハンミュンデンとハーメルンを結ぶベーザー側の旅客船の便がある。ありがとうございます。